4番。はい、それでですね、まず、まずですね、このワークショップなんですけれども、グループごとに作業していただくんですが、一番最初すごい悩んだんです。どうグループ分けしようかなと思ったんですが近くの方つるんでいただくということも考えたんですけれども、なんかこうやってざっと見ると、列ごとになんか分けられそうかな、横にこうなんかちょっと人数多いですけれども、まあでも改めて分けるよりはなんかこの方がいいかなとちょっと思いますが、そういう形でよろしいでしょうか。で、ちょっと最前列の4名だけちょっと人数少し足らないので、1人か2人ぐらいちょっと前にずれていただけるとありがたいんですけれども、じゃあ端から出ますか。あ、じゃあ端から1名ありがとうございます。でですね、まずちょっとワンセットずつ、配りますので、すいません、じゃあお渡しますので、この折れてるものだけ横に、1枚ずつ横に流してください。折れてるものだけ1枚ずつ横に流してください。それだけが、1人1枚になりますので。というわけで何気なく始まりました後半戦でございます。すみません、慌てん坊なので、はい、私自分のことを名乗らなかったんですけど、徳島で大学教員をやっています林光達と申します。今回のイベントの呼びかけ人です。そして、この後後半、今から読書ワークショップっていうのをやりますけども、コーディネートをしていただく若部豊先生ですね。はい、はい、豊先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。でちなみに何気にこの前半からご覧になった皆さん、大変立派ななんか番組みたいな感じになっていると思いますが、こちらの会場はですね、東京の秋葉原近くにあります、パンダスタジオというところをお借りしてですね、立派なユーストリームの機材も揃った非常に設備のいいところなんですが、その会場をお借りして放送しております。社長の西村さんと、あと技術者の小林さんが今日はお手伝いいただいているということで、大変素晴らしい環境で、2回目もしあったらこういうふうにはいかないかもしれませんが、また次お借りできればこういう立派な感じでできるかもしれませんけども、今日はとにかくパンダスタジオさんのご好意で立派な設備を非常に全面貸していただいた感じで放送しているというところです。改めてパンダスタジオの皆さんにありがとうございますということで、お礼をお言葉を申し上げたいと思います。はい、というわけで、後半戦、じゃあ、あとはもう真壁先生にお伺いします、はい、お任せしますので、よろしくお願いします。いや前半 の西田さんのコーディネート力ってすごいですね。いやパネラーの方々のその回し方だったり、で的確にそれぞれの立場を踏まえて意見を引っ張り出す能力だったり、いやあれこそがモデレーターとしてのね力量なんじゃないのかなというふうに思ってました。私がですねこのワークショップを林先生からお願いって言われた時に少し時間が空いたので、その頃になれば少しデジタル教科書に関して考えもまとまるだろうなというふうに考えを寝かせてたんですけれども、結局ねまとまらないですね、デジタル教科書のこういうその界隈の話っていうのが。でそれをさらにこうやってその会場に来ていただいたさまざまな年齢だったり立場だったり、っていうような方々ですね。でその方々でワークショップやるっていうことなので、これからそのやり方説明しますけれども、まず、結論から申し上げますと、グループごとに、議論の、デジタル教科書に関する、現状を認識されているその課題というものをグループで1つ以上、1つ設定していただいて、でその課題に対して、一歩でも前進するアイディア策というふうなものを、ちょっと発表提示していただければなというふうに思っております。でそのための材料だったりワークシートを用意させていただきました。ただその材料をどう使おうか、皆さん自由でございます。こちらからお願いするのは、午後4時45分にもう一回ここに集まっていただいて、各グループ3分間、発表時間差し上げますので、そこで、その設定した問題と、それを、一歩でも解決とまでいかなくても一歩でもそれを、いい方向へ進めるための策というふうなものを、発表していただきたいなというふうに思います。ではですね、ちょっとおっと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 、あら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 
はい、ということで、出ましたね。はい、ちょっとあの会場の皆さん見づらいかもしれませんが、あの脇の方に、モニターがありますので、そちらのちょっと、表情をご覧いただければと思います。何分グリーンバックでございますので、ここに表示すればいいんですけどね、ユーストの皆さん出てますけれども。はい、はい、ということで、私の自己紹介なんですけれども、まあいいです、時間もありません。ちょっとデジタル教科書専門ではないんですが、ただ私のその問題意識、の延長線上としてデジタル教科書にも首を突っ込ませていただいているというものでございます。いろいろあのツイッターとか、Facebook を通して意見を言ってはいるんですけれども、まあ、詳しくはそちらをご覧くださいということです。関心事もいろいろあります。デジタル教科書のデの字もありません。が、まあ、教育の情報化を通してこれらの問題をどう解決していけばいいのかということを常日頃考えて、研究はあんまりできてないという、本当に恥ずかしい限りなんですけれども、でもまあ、いろいろ前に進める意見を言っていきたいなというふうに考えています。ということでデジタル教科書に話を戻したいと思います。で、先ほども申し上げました、私が今感じていることはとにかく混沌としている、ということでございます。もちろんその国の方針というのがまだ一向に定まらないということでありますので、我々の解釈というのはもちろんいろいろな方向に触れているんじゃないかなというふうに思います。例えばこの本、まあ、今回はこのね、デジタル教科書の行方という本の、読書ワークショップ、というふうに目打っているので、まあ、本読みながらでも結構なんですが、その時間もない、ということでありませんが、ただこの本の、最後の章ですね、収章に西田さんまとめ書いてますけれども、実はここのスライドっていうのはそこからの、まあ、抜き書きというか、引っ張り出したものなんですけれども、要するにデジタル教科書っていうものがなんていうのかな、その問題点議論の発端になりながらも、でも結局そのデジタル教科書から何ていうのかな、自然にその問題を探っていったら、自然とやっぱ教え方だったり職場の環境だったり、あるいはその教える中身だったり、あるいはその教える中身が変われば当然その評価の仕方も変わってくるわけであって、例えば21世紀型学習観を評価するやり方というのはやっぱりレガシーな評価の仕方ではない可能性もあるわけ で、そうなってくると、ただ単にそのこれまで紙の教科書といったものを電子上に載っけるっていう、そのフォーマット変更に収まらない話になってくるわけですね。で、私の口からもいろいろ言えるんですけれども、ただ皆さんの多分その問題意識もいろんな方向に多分触れてるかと思います。ですので、とにもかくにも私からデジタル教科書だったらこういうもんだっていうふうなものを縛りを与えずに、グループでまとまった皆さんにおいて、そのデジタル教科書という言葉の定義づけだったり、あるいはその、まあ、範囲だったりですね、といったものをまず共有していただいて、その上でその議論を進めていただければなというふうに思います。ということで、先ほど申し上げました、今回のワークショップでは、デジタル教科書という字面だけ考えてください。その課題を各グループで一つ以上、まあ一つで結構です、一つ設定していただいて、その課題に対してちょっとでも前進に動く提案を発表していただこうかな、それが目標でございます。ただし、議論の時間も結構短いです。もう 2,30 分ぐらいでございますので、なので提案できない場合はとにかくその話し合った中身の発表でも結構です。まず今回のこのワークショップもやっぱりまず顔合わせといいますか、同じデジタル教科書というものに対して、問題意識を持っている、強く問題意識を持っている方々が集まっていただいたと思いますので、まずその皆さんの中で、あ、私とは違うそのデジタル教科書のという、なんていうのかな、言葉に対して、私とは違うその視野、視点を持ってるんだ、ということに気づかれるだけでも多分よろしいんじゃないかなというふうに思います。なので、一応目標としてはこれを設定しますが、皆さんの中で様々な立場のデジタル教科書に関する、まあ、混沌とした状況を、理解していただければよろしいかなというふうに考えております。今回のワークショップについて2つの前提を申し上げておきます。その1、その課題の設定なんですけれども、デジタル教科書に関することであれば何でも OK です。直接間接、何でも結構でございます。まあ、その問題の設定の仕方どうすればいいのかということなんですが、それは後ほど、ワークシートの書き方で説明したいと思います。その2、イメージは当然人それぞれで結構でございます。私がざっと考えただけでもですね、とにかくデジタル教科書っていう一つのキーワードからしても、じゃあどういう方向でやればいいのかっていうのは、もういろんな方向へやっぱり拡散してるわけですね。で、それがその国としてどうまとまるのかって、待っててもやっぱ現場とか研究でやる側にしてやっぱしょうがないので、まずとにかくいろんな見方がある、そして、問題点もいろいろある、その問題点をまず設定して、そして課題に向けて話し合っていただこうというふうに考えております。
ということで議論を進めていく中で、広くそのデジタル教科書っていう言葉、定義づけ、認識に関して広く解釈していただけるとありがたいかなというふうに思います。で、これは私個人の意見なんですが、とにもかくにもせっかくそのデジタル教科書でキーワードをもとに、まあ、いろいろその議論が発散している、まあ、混沌と言ってもいいかもしれませんが、でもやっぱり教育っていうキーワードは外せないわけでございまして、すなわちやっぱりデジタル教科書という言葉を触れていくと、ひいては今の日本のその教育そのもの、それは教育システムだったり評価システムだったり、あるいは、小中高大というその学年、学校段階というのかな、その制度そのものを考えることでもあるかもしれません。なので、ぜひともそのデジタル教科書について考えるということは、まあもしかしたら今狭い範囲かもしれないけれども、ひいてはその教育全体について考えるきっかけにもなるということで、デジタル教科書のまあ意味付けだったり定義付けだったり世界観というものを広く解釈していただけるとありがたいかなというふうに思います。その3、あの時間厳守ということで、あのこれからそれぞれの時間、申し上げていきますので、最終的なその集合時間だけ守っていただければなというふうに思います。ではですね、ワークショップの流れ、申し上げます。はい、見えますかね後ろの方、今ですね15時57分ということで、各部屋に分かれるっていうのをすでに経過してますけれども、ちょっとそのあたりはフレキシブルに行きたいと思います。ちょっと簡単に流れだけ説明したいと思います。まず、スタートとなりましたら、各グループごとに各部屋に分かれていただきます。で、部屋はすぐ出たところ、にまずテーブルがある部屋確保してください。とにかく、出たところと、あと、はい、ここの施設は自由に使っていいというふうな許可を得てますので、で、あと廊下出たところで、多分、机のある部屋2つあると思いますので、あと入ってすぐのところロビーですかね、あそこも OK ですので、ちょっと寒いかもしれませんが、それも含めて早物という形でございます。いいところ確保してください。なんだったらここでも結構です。ここでも結構です。常に多分映ることになるかと思いますけど、ただそこはパンダスタジオさんのスイッチャー次第です。全ての部屋はカメラついてますので、おそらくここだけじゃないと思いますカメラは。そこはもうパンダスタジオさんの、スイッチャーさん次第ということでございます。じゃあちょっと説明します。まずとにかく、GO ってなったら各部屋に分かれて、自己紹介でございます。で、先ほど申し上げました、各人そのデジタル教科書に関するその視野だったり解釈っていうのは、おのおのだと思います。10分でも足らないぐらいかと思いますが、じっくり、お互いのパーソナリティを披露してください。アイスブレイクの時間だと思ってください。そこで、まあ、お互いの認識だったり、共通認識あるいは違う認識を、していただければなというふうに思います。で、その際すみませんが、このワークシートの1番目でございます。レーダーチャートがあります。で、こちらにですね、横軸が、研究開発、そして教育実践、縦軸が営利非営利、分かれてますので、自分の立場がどこら辺にあるのか分かんなければ真ん中あたりで結構でございますので、それをですね、丸だけで結構です。名前書く必要ありません。このグループのメンバーの認識の配置というのかな、配分ですね、それを、丸で結構でございます。だから6人いれば6個丸つきますね。それを、記入例に従って記入していただければというふうに思います。ボキャブラ天国のですね、バカバクみたいな、そんな感じで結構でございますのでね、丸をつけていただければと思います。で、それでグループの性質が分かった。そして、次の10分、まあ、合計20分で課題設定まで行ってください。とにかく、16時5分から10分から16時10分ぐらい15分ぐらいまでに、課題設定を行ってください。で、課題を何に設定するのかグループで独自に決めていただいても構いませんが、難しいという時には、はい、皆さんに1人ずつお渡ししました。こちら、これですね、なんといってもこの本のワークショップでございますので、この本から問題点とか疑問点とか提案ですね、インタビュアーの提案、それをですね抜き書きしました。ここから適当にひょいと持ってきていただいても構いません。ネタがないときはこちらを使ってください。まあ問題点だけじゃなくて提案、こうしたらどうかというそのインタビュアーというのかな、インタビューを受ける方かな、その方のリストもあります。ありますが、それをそのまま、ああそうですかっていうふうにするんじゃなくて、やっぱりそう受け入れられるかどうか、自分のその立場において、じゃあ受け入れられないんだったら、じゃあその代替案はどこにあるのか、といったあたりなんかも、まあその問題点の引っ張り出し方によっては、
導き出していただけるとありがたいかなというふうに思います。まあとにかく深いことを考えずに、グループの皆さんが今自分でデジタル教科書界隈で、疑問に思っていること、それをまず素直にひけらかしていただいて、でその中から1個引っ張り出せばよろしいんじゃないのかなというふうに、私は思っております。問題点決まりました。あとは議論でございます。ということで、別の紙になりますが、こちらにまあもうメモ書きで結構でございます。そして最終的には3分間ですいませんがたった3分でございますが、その設定した問題とそれに対する、解決のための提案です。だからこうでなければいけないではなくて、こういう考え方もあるよっていう、その程度で結構でございます。あるいは提案までいかなかったら、まあこういう問題設定、グループでこれこういうことが上がりました、でも結構でございます。なので何かしらの発表をしていただきたいな。だから誰が発表するのか、どういう形式にするのか、ここには立っていただきますが、どういう形式にするのかというのはお任せします。すいません、本当に投げっぱなしで申し訳ないんですけれども、そういう形で、流れたいと思います。で、ここの集合時間でございますが、すいません、一番下に書いてます16時45分、ここだけは厳守という形でお願いします。今から42分後ぐらいでございます。問題設定をできる限り早くやっていただければなというふうに思いますが、よろしいでしょうか。ちょっとね、多分まあ50分ぐらいになってもいいかな。一応45分近くになりましたら、そろそろ、ね、集合お願いしますというふうになって、言いたいと思いますので、その時にまあゾロゾロと来ていただければと思います。あと分かんなければ私もぐるぐる回りますので、都度質問などしていただければと思います。よろしいでしょうか。じゃあ各グループよろしくお願いいたします。つけたポストイットは自由に使ってください。配布したポストイットはご自由にお使いください。椅子ですね、足らなければ後ろから持ってきてくださいね。いいですか。はい、じゃあ使えるですね。これが出てきた。ご覧の皆さん、ちょっと消えますけど。
声だけでも構いませんので、喋ってみたいと思います。今皆さんがここはワークショップ、今グループに分かれてそれぞれですね、お話をしているような状態です。流し見でご覧いただければというふうに思いますので、またよろしくお願いします。さて、喋っている私は呼びかけ人の林でございます。さて、また議論しているですね、結果はまた後ほど発表の際にご報告をいただくとしまして、前半の時にいろいろいただいたツイートをちょっとさかのぼってみたりしたいなというふうに思います。よいしょ。すいません、ちょっとお待ちくださいね。今日はですね、3月24日なんですけれども、都内でいろいろ教育関係のイベントが重なってまして、ちょっとね、この日程を決めるときにも怪しいななんて思いながらいたんですけども、ちょっといろいろな事情で皆様のご都合もあってこの日になりました。しかし多分他のイベントにこういうものを関心お持ちの方はね、他のイベントにご参加してるということも多いようですので、ちょっとリアルタイムにご覧いただいている人は少ないかもしれません。どちらかというと録画をお望みの方が多かったので、録画でご覧いただいている皆さんが多いと思います。今回のハッシュタグはですね、シャープの DT0324 というふうです。マイク本体をうまく引っかからなかった。よいしょ。ちょっと近いところから遡る感じで、ワークショップに対していろいろと期待の声が、あ、どうなんでしょう。今日は中学生の方もご参加いただいてね、学ランを着た中学生の子、彼はなかなかね、いろんなところで活躍してますよ。ぜひ見かけた時にはね、応援してあげてください。多分テレビにも出るんじゃないかと思います。そんな中学生も今日は参加してくれてます。そうですね、インパクトな知的ネタが出てくると面白いですね。書きになっているものの中、自治体ごとに別々の教科書を使う検定教科書のワークにと、韓国のような国定教科書の国の違いについて意見が出ないかなというふうなコメントもいただいてます。実際教科書制度って各国で違っていますので、その辺を本当はね、了解して議論できると一番いいんですけれども、そこら辺またとかのグループでね、出てくると面白いかもしれません。ちょっとこの辺のシステムも、個人的にはあんまり検定教科書の方にデジタル教科書が寄り添うのも、近寄っていくのもどうかなと思うんですが、こういったことも踏まえていろんな議論が進むといいですね。前半のところでいろいろなご意見や議論がありました。小学校の授業作りの基本のところ、基本のようなところがデバイスがないとできないことなんだけど、今日の話なんかはすみません、なかなか僕も、会場をいろいろと気にしているうちに、議論をちゃんと把握できてはいなかったんですけども、やはりデバイスを使ったりとかデジタルや ICT なんていう話ももちろん目先としては機械っていうのもね、面白いんですけれども、やはりそういうものが逆に原点回帰というかとか事業作りとかそういったところにやっぱり返っていく、それをもう一回目立たせるみたいなところがあるのかもしれませんよね。そんな議論もあります。閉めていきましょう。寒いですね。あ、そうですね。今現在カメラがどこ見てるかってことですね。
ですね。今皆さんがご覧になっている画面、ちょっとようやく確認しましたけど、今パンダがいっぱい置いてある部屋が私の手元のデバイスには映ってるんですが、ちょっとお邪魔します。いや、別にいいですよ、皆さんに。ただ、未来に一番電子教科書とかの影響を受けたのは、なんか、いや、せやりながら、iPad が学校に入ってるんだけど、はい、うまく活用できてないんだ、そうですね、っていう問題があるんですけど、ね、
レルッと喋りますね。というわけで、そうですね、ただここはね、あのスピーカーがそこにあるので、あんまり大きく喋るとそうそう回っちゃいます。というわけで、ご覧の皆さんこんにちは。あの徳島文理大学の林でございます。というわけで、今あのワークショップをやって、16時45分までですので、はい、まあ、あ、どうですか今日の、ちょっと前半とか今やってる感想。そうで、いきなり感想です。この距離でも大丈夫です。あ、すいません。あとは皆さん、皆さんに音量上げて、やっぱりあのそれぞれみんな立場が違う先生方なので、もういろいろなその自分 の, あの立場からのご意見っていうのがこういろいろ聞くことができたんで、すごい勉強になりましたね。あの情報教育とかだけの視点じゃなくて、あの教育方法の視点とか、あとまあね、あの実際に使われているあの先生方のご意見とかいろいろ聞くことができたんで、すごく、いや、やっぱりためになりました。来てよかったなと思います。ユーストで見れたけれども、でもやっぱり来てみてね、話が聞く、直接あの会が終わった後も直接話が聞けるかなと思ってよかったと思いますね、うん、あの実は本人は登場人物が他にもいらっしゃるんですけど、あと他に誰か聞きたい人いますか。あの今日の今回の課題本デジタル教科書の行方の本には他にも登場人物いますよね。誰か聞いてみたい人いますか。聞いてみたい人、それともあの次回へのリクエストとか。あ、そうですよね。でもちょっと海外の人とかどうですか。いや、だって日本の中であのもうこれだけ素晴らしい先生方も集まったんですから、次は海外のなんかちょっとやっぱりそういう実践された先生とか。海外のどうですかね。ちょっと無茶ぶりですか。そういう意味では上松先生はあの韓国の方とかご縁があるでしょ。ああ、そうですよね。まあ、うん、ご縁っていうか、まあ、ちょっと言ったぐらいですけど、ね、いや、十分ですよ。いやいや、韓国もね、あのこれからまた新しくあのソウルの首都を大連にあの持っていくっていうことだそうですので、半分半分新しくフリーチョースクール、あー、うん、ソウルの首都機能を、首都機能、はあ、そうおっしゃってましたよ。首都機能とフューチャースクール何が関係ですか。あ、だからあの首都機能をいか、韓国に持ってく、あ、ちゃんと韓国の人から聞いたからこれあのガセネタではなく、首都はソウルですね。ソウルですけど、はい、あのほら、まあ、日本だってほら霞ヶ関のあたりにいろいろいろんな象徴あるじゃないですか、うん、それを半分あの移転するんですよ、別のところに、うん、そう日本もそれ真似した方がいいです。え、台で、あ、あの、なんだっけ、正式に読む、レジュンって読むんですよね。レジュン、あ、はい、で、そこでだからただその首都機能あの半分こう移すだけじゃなくて、そこにフューチャークラスルームも作るんだそうですよ。うん、だからそう、ね、それできたら見に行きたいな、はい、みたいな感じで。それいつ頃予定してるんですか。え、もう作ってるんですよ。もう、うん、だからもうできてきて、ね、どうなんでしょうね。来年度か、まあ、年度の単位があるでしょうかね。これはね、ワンワイも早くにできるんじゃないかなと思うんですけど。だからそれ聞いた時に、はい、あのまあ、デジタル教科書とかちょっと離れたあれだけど、日本もほら地震とかあるから、まあ、なんかね、分散するのいいなと思って、まあ、それも大阪が頑張ってるけど、そうそう、うん、大阪と都構想がね、うん、まあ、そうですか。それ面白いですね。まあ、あの韓国ってね、あの割とこういろんなことにチャレンジして、まあ、ダメだったらまた別にまた再チャレンジ。それで私思ったんですけどね、一昨年も行ったんですよ韓国に。その時にあのそこの学校って案外日本からも、まあ、世界中から見に来るっていう学校で、モデル校みたいな感じ でそこでパーッとデジタル教科書一人一台の授業をやってて、すごいなと思ったんだけど、その時はやっぱ一斉授業で、全然日本とあの日本っていうか昔の日本的なこう授業で、うん、あ、ただ端末こうね、かあの一人時代になっただけだなと思ったんだけど、うん、次の年またあの同じ学校に行ったら、この机の位置から変わってるんですよ、もう協調学習で、で同じ生徒で、先生も同じ先生だと、
先生なんかちょっとかちょっとこう、うん、あのパーマーかかってたけど、はい、あ同じ先生だとか思って、で生徒も同じと、あの机がこうなんていうの4人とか5人で一つのグループで、そしたからすごいびっくりして、であの写真も撮ってきたんだけど、すっごい表情はね明るいし活発な感じで、最初の行った年はなんとなくこうやらされてる感っていうか子供たちもあったんだけど、もう今回行ったらもうみんな積極的に、うん、なんか国取りゲームみたいななんかやってて、でまたあのうん、違う、なんか自分で問題作って、でこう向こうはまたあの電子黒板が綺麗なんですよね、はい、液晶が埋め込まれてるんですね。そう、それになんかこう酸素がいるとかわかんないけど、それにこうやってなんかね、もう全然ね、なんかだから韓国はあのまあ、 あのいろんなところもちろんあると思うんだけど、すぐあのこういろんな指摘があったりすると思う、うん、変えて、ね、で去年ほらスマート教育戦略計画って出したじゃないですか、あれだともう個別でもういつでもどこでもっていうのを掲げて、それですぐもちろん失敗ももちろんするんだけど、でもそこら辺の転換の速さっていうか、でアバイスがすごい急にこうね、今も話さっきの話聞いたけれども、どんどん進化してるじゃないですか。だから韓国早すぎるなとかって思う人もいるかもしれないけど、でもあのデバイスとかこう情報のこういうなんていうかテクノロジーのちゃんとそういう進化にキャッチアップしてるというか、そうキャッチアップしてるというか、うん、そのなんかそんなのばっかり進んでて、テクノロジーばっかり進んでて、あとなんか人間が追いつかないのもまずいかなと思うんですけど、それどうですか、それあのさっきあのいつか行った時には一斉授業で浮かない顔してるみたいな子たちが協調学習グループ、うん、翌年行ったら協調学習がグループ活動で生き生きてるっていう風になってたけど、そもそも韓国の人っていうのはそういう、どうなんだろう、先生から見て実際に行って印象は、いや韓国の教育と社会で活躍されてる皆さんとか、まあね、私行ったのソウルだし、ソウルってね、ソウルの小学校の先生ってほとんど女の先生なのね。私だからそのソウルの小学校の あの師匠権みたいなのあるんですよ。そこでちょっとなんか来賓みたいな感じで行って、ずばーって小学校の先生がバーッとソウル市の小学校にすっかーって言ったら、みんな女の人で全然綺麗、すごく綺麗。男の先生4、5人しかいなくて、何このこれとか思って。4、5人はいるんだね、とりあえずはね。だけど、もう圧倒的に。で聞くと、ものすごい高学歴。要するに、東京大学とか日本でいうと、そういうぐらいの人たちが小学校の先生やってるの。なるほど。要するに、小学校の先生になるには、それぐらい学歴がないとなれないっていうか、それを皆さん大学院卒業とかそういうこと？大学院卒業かまで聞かないけど、みんな、みんなあのその説明があって、で、あの もう一つびっくりした、まあ、だから小学校の先生がすごい高学歴だったってことと、あと携帯ね 100% 持ってたの、小学生が。小学生、ね、本当に校長先生ちょっとそれは冗談でしょみたいに言ったんだけど、要もう当たり前ですよとか言って、みんなだって代わりに塾やったりして持ってたら危ないしとか言って、なんかあんまりそんなフィルタリングもそんなかかってる感じじゃないし、いやみんな、すごい、で、まあ、そういうの持てない子がいるじゃないですか、はい、あの金銭的に、そういう子は国は配ってるの、配ってるんですか、配ってるの。それでね、韓国ってね、あの2000円ぐらいで、日本ってあの家でインターネットするのと、携帯でインターネットする、みんな携帯は携帯でみんな、例えば私なんかも2台持ってるけど、ドコモにも払って、ソフトバンクにも払って、で家ではインターネットで払って、はい、そういうの一緒なんだって、で2000円ぐらいなんだって、だから、はいはいはい、それ国がだからそういうのを、まあ、配るのは一時だけど、あのそういう家庭にずっと、月々2000円ずつ支援してる、あの通信料も、通信料も、ね、でその格差が、でなんでそんなことまでするのかって聞いたんだけど、やっぱほら資源とかの、日本もそうだと思うんだけど、資源なくてやっぱり人材が大事だから、
だからそういう子たちもやっぱり優秀な子の方にはいるわけじゃないですか、うん、うちが家庭の子も、はい、でほらお金持ちで塾とか行く子ばっかりがいい大学行ったら大変だってことでそうしてるんだって言ってましたけどね、うんうん、韓国ってねそのなんていうか、うん、まあ、そういう情報アクセスに関して、うん、まあ、とにかく権利水と同じレベルっていうのは、うん、水とか、ね、水道とか、うん、電気と同じぐらいのインフラだから、ね、まあ、ちゃんと万人がアクセスできるようにしなきゃいけないと。そのためには通信料はもちろん補助するし、補助する以上、まあ、なんていうかあんまりこうバラバラに払ってるような状況は望ましくないから、うん、先生おっしゃったようにこう、うん、どのデバイス使ったりとしても、まあ、基本的に、まあ、要するに NTT とかどっかが全部集約するみたいな感じですかね。今最近au だったっけな、 KDDI で、うん、こう iPhone とかスマートフォンと おうちの光とまとめるとかいうような、うん、あれのもっと進化版みたいなこと、うん、そんな感じですよね、うん、そしてほら林先生とも前話してた、ナイスシステムのあれも、はい、なんかそんななんかほら情報を統制してみたいなそういうのじゃなくて、彼らが言うにはやっぱりほら受験があまりにも受験地獄でかわいそうだし、うん、本当にその一発の試験ばっかりではかわいそうじゃないですか、うん、その日体調悪かったりすると。だからやっぱ家庭まあ、部活とか生徒会とかそういう活躍したのも、ね、要するに学習指導要力みたいなああいうのにみんな乗せて受験の時にこう役立てたいからっていうふうには説明してましたよね。そういうところに集約したらいいんじゃないかってことね。でほら受験の時楽だから、まあ、受験の時だから先生方大変すぎたと思った。だって韓国だったら先生方ほら大学受験の時なんてピュッてその内政システムのそのさ、ね、生徒のデータを送ればいいでしょ。もうデータが溜まってるからそれこそ生徒の番号をピッと送れば成績をやる。でアメリカだってそうだ。アメリカだって大学受験するときだって、まあ、小論文とかああいうのもほら送れる、まあ、推薦書とかもらったりしないといけないけど、はい、基本 SAT の成績をピュッてみんなピュッて終わるんですよ。先生方はほら12月にほら調査書とかさ、まあ、あんなのさ外国の先生あまり苦労してる感じじゃない。あれ大変だと思う。いや日本だって、いや それは日本だって共通じゃないよ。大学入試センターの番号でピッてそれぞれの大学で使いますけど。それじゃないよ。大変だなと思う、日本の先生。ね、日本ですよね、早く情報化が。だからそういう面だけでも、うん、まあ、情報は嫌だっていうほらアレルギーの先生ももちろんいる、どこの世界にいると思うけど、うんね、でも仕事はさ楽になるんだったらさ、まあ、どう思います？その分苦労すべきところで苦労してない、うん、できないっていうか、うん、まあ、あるいはそういう事務仕事でピッてやればいい、うん、それで済むみたいな仕事に関しては、うん、まあ、確かに楽になった方がいいと思いますけどね。うん、まあ、最近マイナンバーの議論もあるし、うん、なんかいろいろそのさっきの前半のトークもありましたけど、うん、生徒の学業情報というか成績情報みたいなものをネットに上げると情報漏洩のうんぬん観覧とかね、心配もあるとか、あったみたいかもしれない。あ、そう、うん、まあ、ありました。新聞報道によれば、うん、実際ね、起これは起こるであっちゃうんだけど、日本はまあとにかくそれを事前に懸念しちゃうので、なかなかうまくいかないみたいな。まあまあ、ね、セキュリティは大事ですよね、当然、まあね、生徒の個人情報が上がるわけだからね。まあ、今考えてみたらね、私たち別に教育情報だけじゃなくてね、クレジットカードとか個人の情報はね、まあ散々ネットに上げちゃってるからね、それを別にあえて教育だけおかしいとかいうのもなんですけど、ただ僕は例えば何でもかんでも今 Google とかなんとかで海外のサービス使って海外のサーバーに送っちゃってるっていうところはちょっと心配だけどね。結局だから Google プラスとか Facebook とか Twitter とかやっても全部向こうのサーバーだし、でそこら辺ね、だから最近ほらテレビとかと同列に見てるじゃないですか、今の若い人。テレビも見るし、テレビを見て
それでもう動画を見て、ね、で携帯見てってみんなこう複数こう見るじゃないですか。だからなんか大変ですよね。だって日本の広告モデルっていうかさ、そういうのが世界、まあいつの間にかグローバルなところに乗っかってるからね。まあ、うん、あるでしょう。ちょっとね、難しいところは、いや、あの単純に例えばセールスフォースっていうそのクラウドやってる会社なんかは、うん、まあその自分あの会社の情報が海外のサーバーに保存されるのを懸念する会社のために、うん、まあ日本にもサーバーを置いて、うん、ちゃんとそこであの処理できますよみたいな、うん、まあもちろんバックアップとして海外のも使って、まあ結局ね、うん、あのネットワークは広が、あのグローバルな感じで広がってないと。うん、ある意味意味ないんで。クラウドでもね、あのすごい今どこでも教育のほら、あのみんなクラウド化とかってやってますね、はい、ですごい大騒ぎしてるけど、でインドとかのアメリカとかさ、ああいうところの会社っていうか、はい、ああいうところで日本の中にあるんですか？え、誰か日本にもどこかにあるんだ、え、つくばだ、どこかにあるんだとか、なんかそんな、あ、なんだろう、あと5分、あと5分だけどさ、海外に漏れて、なんかそれ、その会社がなんかもうね、ちょっとデータアクセスできなかったアウトでしょ、でもちょっと、ね、でこれってあのユーストリームに流れてるから、別に会場には見えない、見えない、あ、みんな思いましたね、あ、まあ、またな、まあ、またね、そうだねという表示が、あ、すみません、ちょっとクラウドの不安を、クラウドね、まあクラウドキーワードにはなってるけど、なかなか、そうですよね、いや。だって利用者はあんまりクラウドかどうかってあんま関係ないですもん、結局あのそういうメリットを得るのはそのクラウドでベースで商売する方だから、結果的にその商売してる人たちのやりやすさが利用者にあの反映されるというか還元されるからこそクラウドがいいっていうことですけど、別にクラウドでなくたって僕らが便利であればいいことですから、便利で安全、安全、便利で安全だったら使えますよね、いいとは思いますけどね、あとは、あと、もしちょっと時間あるんだったら、時間は大丈夫なんですか？時間、なんか今、これからあと5分、5分後に、あとね、もう一つ私やっぱりね、アメリカのね、OCW のね、動きがすごい気になります、個人的には OCW？ なんかほら、MIT とかそこ、オープンコースウェアの動きは、まあ海外ではね、定着をしてますけど、さっき西田先生にもちょっとすごいあのお話を伺ったんですけど、だってあの一つたった45分の授業を作るのに10時間ぐらいかけて作るんですよ、凝って授業、あの例えば IGU とか今いろいろあるじゃないですか、海外の先生の授業っていうこと、その授業を使って準備、まあ、だから、うん、まあ語学だけが壁なんだけれども、だけど もしそういうのがもしないとして、そういうのが来るんで、結構ね、電子書籍よりも私は黒船だと思っていますね。だってそれそうですよね、うん、だって僕らも研究とかいろいろ情報はやっぱり海外の そういうことやってる先生たちの書いてる論文とかね、研究成果は結構参照したりするんでしょ、まあ、僕らがなんか変にこう翻訳というか解釈して紹介するよりはダイレクトにそういう人たちの、ね、リソースに当たった方が当然いいし、まあ、やっぱり人の頭数ですよね、最終的にはやっぱり英語で10倍の人の頭数がいると、そういう人だね、その要は言語に依存してない情報に関しては明らかに手厚いものが出てくるっていうところがあるので、まあ、だって本当にそういう巨大なそういう人口のその上トップの人たちがそれやってるんですからね。そうそうそう、確かにおっしゃるように。まあ、テッドのほら、テッド X っていうのじゃなくて、テッドはすごい。そうそうね、ある意味ね。テッド X というのは、世界中に調べてるテッド X は、まあ、そう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 、みんなそのね、そのフォーマットに乗っかってるだけだけど、ある意味テッドに登壇できる人のすごさみたいな、ね。すごいですよね。うん、似てますよね。ああいうの来ちゃったら、なんか本当に教科書とかこう、まあ、棒読みのね、どうなるんだろうって思っちゃいますよね。まあそうね、棒読みの先生はいらっしゃるっちゃいらっしゃるかもしれないけど、学校とか行くといい。ただ基本的に僕やっぱり日本の先生ってとにかくそういう自分の専門性を高めるチャンスとかリソースで提供されてない人も基本的に、僕この国の先生ちょっとかわいそうだと思う。それはさっきの研修の話じゃないですけど、
どっかこう自分なんていうインフォーマルにやった方がいいってさっきそんな話でしたよね。だけどインフォーマルにやるにしたってそれ全部自費でやるっていうのかとかね、こういろいろこう自分そうでです勉強ね。するときに自分で検索してできる人、まあ、もちろんそうであることは望ましいけど、でも日本の先生としてね、こうじゃ豊富なリソースをこうちゃんと国とか県とかから提供されてるかって言われると、なんか難しいし、で確かに都道府県にそれぞれ県教育センターみたいなのがあってね、まあ、サあポーりトましますすっよていうね。ことになってるんサだけポートど、します、なってだまかす。らなんかね、県教育センターだって大きな県の中であそこ行くにはとかアクセスするにはとかね、いろんな問題があって。僕はあんまり、いや、まあ、そういう意味で言うと、その要は専門教育をいかにクオリティ高いものをやっているかということが、僕から外部から見てですけども、その、いわゆる先生自身のキャリアパスにつながってない。少なくともアメリカで聞いた話としては、質の高い教育をしている先生というものは、それがきちんと例えば収入の面であるとかキャリアパスであるとかに反映される部分があるわけですよね。で、そういったところが日本においてあまりないように見受けられるっていうのはちょっと、そういうふうに設計されてないですそうね、ね、あで、れそはこのとね。ころがあると、多分要は何もなければ棒読みでやるのも、すごいその資料を作って、新しい授業やるのも同じに考えられますけど、評価されるということになれば、新しい授業をして効率が上がって、生徒からの受けが良くて、学習効率結果が反映されてっていう先生の方が当然良くなるので、皆さんそういう意味での努力するインセンティブができますよね。その努力インセンティブは多分外から見てる目で見るとあってしかるべきなのかなと思いますね。インセンティブあるって言ってましたけど、ああ、先なる生ほどらね。しく。そこ大切ですよね、多分。あ、ちょっと管理職もね、あれだった。あ、そうなんですか。管理だってさ、校長先生が一生懸命やらなきゃさ、校長先生そういうの嫌いだったら誰も ICT なんて使わないじゃない。だから校長先生もやっぱそういうの積極的に入れると、やっぱそのポイントアップ なるんだ。もちろん先生もそうだし、研修もあるしね。だってほら、韓国の ICT 支援に行った先生ですもんね、日本と違って。そういちうゃんちとゃんしたと先生だスキもルアップしてね、されん。て、だからもう授業の、研究授業のコーディネートから指導から全部やるわけだから。 ICT だけ知ってるってわけ、なわけじゃなくてね、もともとそういうもう自己塾の教師の経験があってですからね。だけど、その一昨年に行った ICT 支援員の先生、去年転勤になって そういうパソコンない学校になったんだから かわいそう、それは。 そうそういうこなんだ。ともあるまあ、そうだよね。今年はちょっとそういう仕事ないですみたいな感じでおっしそうゃっですてまか。したけどね。本当おっしゃるように、日本の場合はね、やっぱりね、こう、差がついちゃうと、まあ、どうもね、日本で教育の議論をすると、小学校とか義務教育段階のレベルになっちゃうので、それはもう全国均一みたいな、ね、差が出ちゃいけないと。だからインセンティブで高まった先生がいるところは幸せだけど、そうでない先生のとこどうするのっていう話になると、もうその話自体が止まっちゃうみたいなね、ことになりがちそうなんですで。ね、アメリカだとか韓国だとか、ある程度格差があるってことを前提にして、その辺の議論がされてますけど、日本の場合にはそもそも格差がないっていうのが大前提じゃないですか。あるんだけど、あるんだけど、圧倒あるんだけ的ど、に。そこがね、ちょっとこの、あるって分かってたりとか、現実があるんでそれを思い出したのが、韓ね。国はそのサイバー教育のあれで、そのやった時に、ほら、なんか恵まれない家庭の人って、ほら、その学校にお金もらう時にさ、申請書書くじゃん、紙で。そしたら友達が、あの子、あの紙持ってるから、うちが貧乏だとかって言われるのが嫌だ、言われないために、ちゃんとそう書いてあるんですよ、韓国の、ホームページに。それでピュッと送れば、その子がほら、家にお金があるお金ないと割れないからっていうので始めましたって言って、エデュネットっていうのがあるんだけど、このところにちゃんと書いてあるの、韓国語で。つまり、まあ、電子的に申請すれば、そういうふうにバレること恥ずかなしくく。もなく、友達にバレることもなく、そういうのをこう申し込めますっていうふうにホームページ書いてあって、もうすごいと思って。大切ですね。大切ですよね。だって恥ずかしいじゃないですか、なんか自分だけ何この書類持ってるみたいなね、隠れて先生となんかやり取りしてるみたいにさ、
思われるのもあれだし、みたいな。なんかそういうなんかあのフォローがこうちゃんと後ろに隠れてちゃんとしっかり支えてくれてるみたいなところの安心感がありますよね。そういう風に設計してくれるとね。あの本当に見てびっくりしましたね。さあぼちぼちワークショップが霧がついて、いよいよすいません、あれでも興味深い話を、ね、お二方からお聞きしました。ありがとうございます。何の用意もしなかったんですね。じゃあぼちぼちワークショップの成果を、ね、はい、あの見に、ね、見たいと思いますので、とりあえず私のマイクを切って、また様子を少し眺めていただければと思います。ありがとうございました。あの大体30分ぐらいのワークショップの設定ですと、大体明確に目標を設定して、例えばそのデジタル教科書じゃない以外の、例えばその大学の教育、あの FD とかありますけど、で、あれも明確に目標を設定しても、グループに分けさせて発表させると、大体まとまる班が半分で、まとまらない班が半分です、30分で、大体。でましてや、ね、デジタル教科書という設定なので、こんな感じで、多分ほとんどの方々が、まあ、疑問点を出して、それが精一杯かな、でそれで十分かなというふうに思います。だからあのデジタル教科書という、キーワードで、まあ、かなりその広い範囲、その問題意識が及んで、今後ですね、その皆さんがそれぞれの立場に帰、あ、どうぞ座って結構ですよ、それぞれの立場に帰ったときに、まあこのワークショップを、ね、やる前と後でまたその深みが、変わってくれればいいのかなというふうに思っております。じゃあはい、ですね、それで、ちょっと脇の画面ご覧いただきたいんですが、今これ私の画面です。あのアイデアプロセッサーですね、これで私ガリガリとメモ書きしながらやっていきます。ワークシートも、まあ、集めたいと思いますが、一応こちらの画面で、まあ、皆さんの意見共有するという形でいきたいなというふうに思います。さて一番の問題は発表順です。前と後ろ、前からいきます前中盤後ろっていう順番でいきますか。とりあえず、まあ、前に座ったが、まあ、運のつきということで、はい、じゃあですね、ちょっと時間もあれなので発表順こちらで勝手に決めさせていただいて、前中後ろというグループの順番でいきたいと思います。じゃあですね、3分間でございます。3分とりあえず私の方でも測りたいと思います。はい、じゃあ、話し合った中身ですね、結論まで出るかと、あ、画面、はい、じゃあ出します。はい、どうぞ。よいしょ、あ、入るかな、よいしょ、はい、じゃあ、はい、どうぞお願いします。はい、私だけ繋ぐだけ、はい、はい、出ました。はい、じゃあ3分程度、まあ3分ぴったりでがっつり切るということもありませんが、まあ3分前後に収まるようにお願いいたします。はい、では、私菊池でございます。よろしくお願いします。最前列で話し合われたことに関して、はい、皆さん、はいはい、発表中は静かにしましょう。そうですね最前列で話し合われたことを、お話ししたいと思います。まず、先ほどのこちらの方でですね、トークのところであった話では、21世紀型のその学習っていうのがどうあるべきかっていうことを話があったと思うんですけども、じゃあデジタル教科書を入れるにあたっていきなりじゃあ21世紀型の、授業ができるかっていったら、それはなかなか難しいと。現場の教員もちょっと2人ほど入っていますので、それはなかなか難しいですという話になりました。じゃあ、まあ、そういう中でやっぱまずは初めこういうこのような感じですね。ちょっとアップはいろいろ問題がありなのでこのような感じでですね、現状の教科書をデジタル化するっていうところからまず入っていく。そしてそのための端末を準備する。教員側にも、提示用として電子黒板と指導者用を入れていくっていうことがまずは大事じゃないかと。それでスタートしないといればまず進めないということで、そのスタートの位置っていうのがですね、こちらの方の2020っていうふうに書いているところですね、2020っていう下に書いて、でこれをちょっと図で表していくとですね、だんだんデジタル教科書っていうのがですね、この、
まあ、どんどん導入されていくにつれてですね、この端末がどんどん増えていくと、先ほどの本の中にもありましたように袖ヶ浦の事例のようにですね、どんどん子どもたちが新しい使い方、先生こういう使い方もできるよと、こういうの面白いんじゃないのっていうふうにどんどん、初めは教科書で決められた学習のスタイルで提示されているものでもそれを超える、学習の形が出てくるんじゃないかと。そして先生方もいろいろ使うようになると、あ、こういう指導もいいねと、でどんどん発展してきた指導っていうのも出てくるんじゃないかと。それがだんだん入れてった後のですね、この真ん中ぐらいですね、この辺りからそういったものが増えてくると。でそれが10年間という中でこれがどんどん普及して入っていった中で、今はこの教科書にのっとった形だけども、この10年の間で新しい学習スタイル、21世紀型の学習というのが広まっていって、最後の10年ではいろいろな形のバリエーション豊かな教育っていうのが実施されていくんじゃないか、そういった展望を、これから、まあ、私たちは期待したいと、でその可能性を信じていきたいと、そういう話になりました。なのでまとめますと、スタートとしてはこのような現在のスタイルでまず入れていくことが大事、端末を揃えていくことが大事で、その後でいろいろな発展が生まれるのじゃないかということです。以上で終わります。はい、今時間計ってましたがジャスト3分です。さすが菊池先生、すごい。はい、ありがとうございます。もうダラダラで結構でございますので、30分間のね議論の成果を、いかんなく発揮していただければなというふうに思います。じゃあ、中盤列グループですね。3分ピシッと収めるなんていう技能、私も全然大丈夫です、はい、私もついついね、伸ばしてしまうので、じゃあちょっとこれ繋がったのかな、はい、何秒か、はい、出ました、はい、あー、横向いちゃった、はい、いけてるかな、え、どうだ外れた、ちゃんと繋げてください。そう、外れやすいんですよ、これ、ららさあ、これが横に向いたら、横に向いてますね。ま、じゃあ皆さん、首をちょっと横に傾けていただいてこれはちょっと私の想定外ですね、はい、まあ、もしかしたら、ロックかけてます、ロックかけてる、そうですね、いけるかな、はい、くるっ、ああ、なるほど、ICT こういう問題ありますねICT や私たちが話しちゃったのはとりあえず ICT アレルギーとはなんですが、実は全然これテーマじゃありません。実は ICT アレルギーをなくすにはどうするんだと、良いコンテンツ、あ、私邪魔やな、良いコンテンツがないから、はい、いやがないからじゃなくて実際良いことあるかも、いやあるんじゃないかと、で出会ってないから、あ、出会うの会う感じ違いますよ、恥ずかしい、で出会ってないからだけじゃないかなと。でまあその良いっていうのは手に届く納得できるコンテンツに出会えれば ICT のそのアレルギーなんかうまくいくんじゃないかと、なくなっちゃうんじゃないかと、アレルギーなんて。じゃあ出会うにはどうしたらいいのと、そしたらどうしたらいいのっていうと、ビジネスモデルに結局載ってないからじゃないかと。だからこれを載せないといけない。でそれ載せるのがなかなかうまくいかないんだけど、ところが実は受けてる例があるんです、ビジネスモデルに乗ってる。というわけで一つ、あの地味なところでちょっと受けてるんですけども、私メイシャさんのですねインフォームドコンセント用のソフトってことでメイシャさん向けにこういうものを作ったんですね。まあ、ナレーションとか本当は入ってるんですけど、CG で手術の仕方を説明するというようなメイシャさん、眼科さんで、これ実は医学の教科書を見ると4コマ漫画みたいでこういうのって説明してあるだけなんですよ。みんなちょっと分かんないんですね。それにやっぱり授業時間随分食うと。でもこれ見ると何やってるか一発で分かるっていうんでね、非常に眼科の先生って、まあ、大学の先生やってる人が多いんで、大学の今大体30校ぐらいで学の大学で教育用で今入れてもらってるんですよ。だからまあ結構受けてるのが100個ぐらいしかないですから、医学部の。というようなこんな割とその効果、この本で教えたらこんなにかかるのが見せたらこれで終わるよというようなものを作った。例えばこれ一通り緑内障全部見ても
40分ぐらいで終わっちゃう。先生の講義して聞いてたらすごい時間かかるのがすぐ終わるというような目に見える効果のあるコンテンツでしたら、やっぱり導入してもらえるようになるんじゃないかなという例として紹介させていただきました。でこの例について議論していた結果、結局実は医療の例をこうやって見ていくと、結局実は概要だけをデジタル化するといいかもと。さっきの話も実は概要だけなんですよね。もちろんこれ見たらもう緑内障のこと全部わかるかってそんなわけがなくって、概要だけわかる。だけどあとは俺が説明するからいいよって大学の先生が言ってくださる。でもこれ見ると最初みんな、あ、なるほどって思って、だからイントロだけデジタル化、これがもしかしたらいいかもという結論を我々は前進させてみました。するといいかも。でこれまである教材群で、この教材群はもう紙で OK だから、そのでもうこれは細かくすでにラインナップされてます。これにプラスデジタル化されたイントロがあるといいかもしれないねという話でした。ありがとうございました。素晴らしいです。久留先生、あの高橋メソッドを使ってですね。うん、はい、じゃあちょっと、うん、まずじゃあ、最高列グループの皆さんにも発表していただいて、でそれからまとまるのかこれはい、じゃあ、なんか画面使われますか。はい使、はい、じゃあケーブル置いておきます。ケーブルと iPad かな。iPad、 はい、そうですね、さっきなんか手で書いてたな。はい、はい、映ってます。上下逆さ、え、お、くるくる、はい、OK。はい、はい、私たちがいろいろ話し合った内容としまして、デジタルへの移行で、そこで一番やっぱり障害になっているのが先生たちのデジタルへの抵抗感であるということが話しました。実際に使ってみたい、興味はあるけれどもデジタルが怖い、 iPad で実際何ができるのか興味あるんだけれどよくわからないっていう先生が非常に現場に多い。ちょうど彼が中学校の中学生なんですけど、彼の学校では、iPad があるんだけれども結局すごい規制の中で、あって、で先生が先生や生徒がやっぱ自由に使えないというような環境があると。でこういうふうな中ではいくら経ってもいいコンテンツがあっても何でも、使いこなすことができないっていう非常に問題があるっていうようなことが話し合われました。ではじゃあどうしたらいいのかっていうことを話した時にですね、やはり彼が結構iPad をすごく使いこなしてるんですよね。でそれである体育の先生からの、依頼によってちょっと作ったものがあるので、ちょっとそれを一個見てもらえ、これの説明を、これフリーのアプリなんですが、実は体育の先生が体育の授業に iPad を、使いたくて体育館に iPad1 台入れたんだけど、どういうふうに映像を2個並べて見せたいっていうのを言われまして、でいろいろ探したところ、このアプリにたどり着いたんですが、このアプリはカメラロールに入っているその動画をそのままタッチして取り込むことができて、で同時に2画面の2つの動画を再生できるっていう、それだけのアプリなんですけど、これすごいのはコマ送りコマ戻しができるんですよ。こうでさらにペンの機能を使って書き込みができる。でありがとうございます。で、もちろん、片方だけしか再生しないっていうのもあり、で一つしかやらないのもできると
いう、ただこれだけのアプリなんですけど、まだこれを、おそらくこれが今後は僕の学校の体育の授業では、体育の授業もしくはあれは部活だとか、まあ、僕は運動部ではないんですけど、そういう部活だとかそういったところで使われていくんじゃないかと、思っております。で、先生たち、まあ、例えばその先ほど、トークセッションで登場しましたその長野先生 の、まあ、その学校の事例 でしても、その、まあ、実際本で紹介されてたのはその iPad のこのカメラを使って、であの顕微鏡写真を撮るっていうアイデアもあったじゃないですか。で それなんかも生徒が出したアイデアだと、聞いて、そのやはりその生徒が、先ほどもありました 2つ目のグループも言っていたかと思いますが、その生徒がもしかしたら何かしら解決というか、その先生のデジタルへの抵抗っていうその問題を解決する何かきっかけになるかもしれない、きっかけになるかもしれないと、はい、で、同じグループにいた、音楽 あの先生がいたんですけれども、彼女 あの生徒さんも iPad で自分の演奏している姿を動画で撮ってきて見せてくれるっていうんですね。でこんなアプリがあったよ、こんなアプリがあったよっていうことで、逆に生徒から教えてもらえるっていうような環境にいるということを聞きました。まあ、つまりあの先生が一生懸命動機づけ、まあ、いろいろ考えながら怖がってるけれども、生徒の方は逆に使いこなしていて、こういうふうな提案をしてくれるっていう場さえ設ければ、あのちょうど袖ヶ浦高校のようないい事例みたいなことにもつながっていくんじゃないかというようなことをちょっと思いました。まあ、子どもにある程度任せるっていうことは非常に大切なんじゃないかなというところで、ちょっと話は終わっています。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ結構いただきます。はい、はい、出てるかな。ちょっと多分字が細かくて、見えづらいかと思うんですけれども、ちょっと拡大するか。はい、まあ今のですね、3つのグループ、まあ先ほどお話ししたことをもう一回繰り返しますけれども、まあ、短時間のワークショップをまあ企画する、まあ、90分与えられたので結構長いかなと思ったんだけど、やっぱり組んでみたらかなり短い、実質議論できたのはまあ賞味30分プラスロスタイム5分ぐらい、ですね。でやっぱりこのくらいの時間ですと、先ほど申し上げましたが何グループか分かれると、まとまるグループ半分、まとまらないグループ半分、これはあのデジタル教科書ではなくて、いわゆるもうちょっとなんていうかデジタルに限らず、目的意識はっきりとした、課題設定ですと、大体それでもやっぱ半分半分なので、私もできる限りそのゴールラインをはっきり設定して、なので問題点一つ、それに対して解決策をっていうことを投げたんですけれど、まあ、あの各グループ、本当に、目いっぱい議論してそれを、短時間で発表するという本当に ありがたいなというふうに思います。で、まあ、それをまとめろというのも結構酷な話ですけれども、一応感じたことをつらつらと、申し上げていきたいと思います。まず、まあ、たまたまこの会場に申し込まれた方がそういう認識だったのか、あるいは各グループそれなりのその密度で入っていただいたのか分かりませんが、全グループ奇しくも iPad 使って発表だったあの 私の想定としては、まあ、短時間の発表なので、おそらくは目の前に立ってそれ身振り手振り、あるいは実際にこうやって見せながら、ね、オフラインで見せながら、それで私が画面上でガリガリ書いていったものを、見てもらうっていうようなことを想定してたんですが皆さんそれぞれね、つないで発表でも、そう本当にでしかもすごいのが、私なんかも以前そのワークショップでやってたことが、発表するとき私必ずノートパソコンどこの職場にも持ち込むので、この上でもういいから、私もうパワーポイントでプレゼン作るから皆さん議論してというふうに言って、私パワーポイントでガリガリとやってて、それを発表するという形だったんですが、今時代違うんですね。もうこれなんですねこれ一枚があればもう全然なんていうか議論する
まとめというのかな、議論のまとめというのかな、これでサクッとまとめて、それで、まあ、ツールはキーノートでなくても別にそのページめくれるメモ書きでも何でももうできちゃう、あるいはもっと言うと紙に、確か最初のグループそうだったかな、紙に書いたものを写真に写してそれを写し出したという、ね、実物投影機の代わり、でもそれでも全然発表にもなるわけで、実はもうなんていうか、まあ、それこそジョブズじゃないですけど、これがハブになって、いわゆる全ての発表を賄っちゃった岸君も、そういう意味ではだからこそ iPad 慢性というふうに言うわけではなくて、私従来から言ってるのは、要するに最終的なアウトプットはデジタルを通してやる、っていうことを意識すると、実はなんていうのかな、今回はデジタル教科書について、要するに議論の中身についても考えることできたし、あるいはそれこそ ICT の活用能力、だったりもそうだし、あるいはそれこそデジタル教科書についても考えることができるようになったし、要するに一つの活動で、2個3個もお得だ、それを、やるキーワードというのが、私ずっと前から言ってるのは、やっぱりアウトプットはデジタルでやる、ということじゃないのかな、その議論の過程はアナログでも何でもいい、今回皆さんにポストイットとかも配りましたけれども、最終的なアウトプットを何とかしてそのデジタルに持っていくことによって、実は発表というものも、まあ、共有もしやすくなるし、最終的に皆さん認識もしやすくなるのかなというふうに個人的には考えてます。だからこそ私もこうやってねまとめて、後でこれどっかでね、シェアしたいなというふうにも思っていますけれども、要するにこういうふうにデジタル上に書き記すことによって、確かこの本にも書いてあったかな、どこだったかな、いわゆる転記がなくなるわけですね、コロンで記載するって転記ってありますよね、転記がなくなることによって時間も、まあ、省けるところは省くで、それによって、いわゆる有効に時間を活用して子どもたちのために時間使ってもいいし、疲れすぎたらカーって寝てもいいだろうし、ね、でもそれこそがやっぱりそのいわゆる働きすぎって言われる日本社会、これは教育だけじゃなくて社会の中で生きる我々が時間を有効に活用するっていう風な、まあ、一つの策なんじゃないのかなというふうに思います。あとすいません、時間ないのでもう一個だけちょっと、言いたいことが2個かな、本当に最後の発表なんですけれども、違うな、どこだったっけ、最後かな、動画を2個並べる、これ私の大学でも体育の先生いるんですけれども、真壁先生、動画を2個並べるアプリケーションを作ってくれないですかって言われて、確かに技術的には可能ですが、私オブジェクティブ C 分かりませんのでみたいな、なので要するにテクノロジーが与えられればできそうだという予測がつくわけですよね。でそこでやっぱり考えが先に立つのは、どっかにアプリケーション転がってないかなっていうふうなことを思いつくわけ でそれはまさに今発表した彼がやってくれたのが、それこそアプリケーションを探して、で私知らなかったんですよ、このアプリ、ね、動画を2個並べて、しかもメモ書きまでできちゃって、あこれあればいいじゃん、私プログラミングするんですよ、ね、いやなのでやっぱ必要なものはもう世界中にネットワークつながっている中で誰かが開発してくれている、それを信じてアプリケーションを探す、しかももっとすごいのが、探せる力が生徒の方が上だったっていうね、先生専門家より上です、はい、ですよね、私も知りませんもんねなので実はその先生方の力って果たしてどこにあるのか、まあ、もちろんあると思うんです。要するに今の学習者の現状の様子を見て、じゃあ次これを学びなさいという提案だったり、あるいはその学習者自身が気づいてない、まだ学んでいないところ、それを先生が提示してあげて、これを学んだ方が将来絶対あんたのためになるよというふうなことを提示できるのはやっぱり先生の力じゃないのかなとか、まあこれは一つの例ですけれども、そういったあたりのいわゆるその学習のコーディネーターとしての役割といったこともやっぱりこれから先生の役割として重要されるのかなというふうに思います。最後に1点だけ、だからといって探せる力があれば全て解決できるかっていうと、やっぱり認識していただきたいのは、これはもしかしたらもうちょっと偏った見方かもしれないけど、やっぱり誰かが開発しないことには世には生み出せないわけであって、じゃあ国内でそれを開発していただけるその人材っていうのが果たして今現状どれくらいいるのだろうか、全てが全てその海外のアプリケーション任せ、あるいは国内でもある程度開発していると思いますけれども、果たして今後10年20年というスパンで考えたときに、じゃあまあ、これ以上のもしかしたら折り曲がれるね、それこそね、4000ドットぐらいのこのくらいの大きさのものが出てくるかもしれませんし、あるいはもう裸眼立体しかもしれないし、そういった中で、あるいはもう触れることができるかもしれないね、
もうボワーンって浮かんでたものをもう触れることができるかもしれない。そうなった時にじゃあそれを実際に具現化してくれる、まあ、日本人のリソースというのは果たして今の教育で賄っているのかどうなのかということをちょっと片隅に、全員がそれこそねオブジェクティブシー習いというふうに言ってるわけではないけれども、ぜひとも一定割合が存在してくれないとやっぱりそこはちょっと不便、日本国内で生きるものとしては不便になるのかなというふうなちょっと片隅に思いました。なので技術者がいてこそのテクノロジーなんだといったことをちょっと念頭に置いていただけると、まあいい方向に進むのかなというふうにちょっと考えました。全然まとまってませんけれども、でももうとにもかくにも、なんていうのかな、本当に iPad って普及したんだなというふうに思ったこのね90分でございました。本当にまとまってませんが、以後何か聞きたいことがあればですね、私ずっとツイッター上で何あることないこといろいろつぶやいてますし、ここどうなのって言われれば何かしら答えたいと思いますので、ぜひともですね今日、まあ、学ぶというよりは、まあ、感じたこと、知ったこと、それをですねそれぞれの、職場あるいは立場場所に帰った時に生かしていただければなというふうに思います。じゃあすいません、まとまってなくて申し訳ありませんが、あとは 1.5 次回2次回ということで、この場は締めたいと思います。ありがとうございました。中見先生ありがとうございます。大変興味深い読書ワークショップになったんじゃないかと思います。皆さんもそう思われますよね。改めてそう思われた方、拍手ありがとうございます。はい、というわけで、まあ、終了時刻5時でしたけども、すいません、議論も発熱しましたし、いろいろと、ね、ぼちぼち、おしまいしたいと思います。今回のイベントとユーストリームはご登壇いただいた皆さんはもちろんのこと、いろんな方のご協力を得て、実現しました。もちろん会場はパンダスタジオの方々に大変お世話になっておりますし、またFacebook 上にいろんなつながりがあって、そして僕は直接存じなかった、例えば今日の課題本であるデジタル教科書の行方の西田さんともお話をこうご一緒できるというふうなことにつながったりとかですね、本当にネットワークとかそういったものを使ってのこの可能性ということを改めて感じた、そういったイベントでした。私も一応専門家なので何か言わなきゃいけないような気もしますが、長くなりますのでまたそれは別の機会ということで、今回は黒子として、かなり目立った黒子でしたけども、終えたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。改めて拍手を。それではこれで閉じたいと思います。ユーストリームの皆様、さようなら。また次の機会に。ありがとうございました。